スブンステークスが始まります。リフレーム、ウイングレイテスト、ホーラスカーズ、このあたりが人気を集めました。東京競馬場第10レース節分ステークス、4歳以上の3勝クラス、芝の 1600m 戦に8頭、ウィン5対象レースの2つ目となっています。芝の向こう正面、あと1頭8番南陽イザヨイが収まってゲートインが終わります。スタートしました。外から8番南陽イザヨイがいいスタートを切っていますが、スーッと1番リフレイム先頭、今日は逃げます。リードを2馬身ぐらいに広げていきました。2番手内から2番のウィングレイテスト、並んだ5番のドラグーンシティ、2頭の外に8番南陽イザヨイ、2番手グループが3頭広がっています。この2馬身後ろから7番のビッテルスバッハ、外に6番のホーラスカーズが続いていきます。1馬身後方、後ろ2頭、内に3番タガノディアーナ、外4番ホーカトリーヌという隊列になっています。前から後ろまでは10馬身ぐらいで残り 1000m を切っていきました。先頭1番リフレーム逃げています。リードを2馬身から3馬身3、4コーナーの中間へ、2番手には8番南陽イザヨイがつけていきます。残り800、半マイルを47秒ぐらいのペースか。前の2頭で3番手以降や離す形になっています。8番南陽イザヨイの後ろが6馬身7馬身と空いてきました。3番手には2番のウィングレイテスト、その後ろドラグーンシティ、内に入ってビッテルスバッハ。4コーナーから直線です。ババの3分どころに出していった1番のリフレイム先頭、リードが4馬身ぐらいあります。残り400を通過、坂を登ってくるところ後続勢追い上げは内目に持ち込んで、2番のウィングレイテスト2番手から追って、この外からは6番のホーラスカーズ、間からタガノディアーナ、さらには7番のビッテルスバッハ追い込んで、残り200を切りました。外らちに近いところまで行っている1番リフレイム、しかし先頭リードは2馬身3馬身とある。2番手争いが広がっていますが快勝です。1番リフレイムゴールイン。2番手は最後2頭が内外離れました。2番のウィングレイテストと3番タガノリアーナです。逃げて快勝でした。1番リフレイム直線では内ラチ沿いから徐々に離れていって、むしろ外ラチに近いところに行く形にはなったんですが、後続を全く寄せつけませんでした。これで2連勝です。鞍上は野中裕太郎騎手。2着争いが最後